マッシュザ・ブラックナイト。怖い怖い。イケメン感出てますやん。いい？君は落下しちゃダメだよ。オッケー。ポリキャップがむずい。いかつ、いかつ、超いかつ。みなさんこんにちは、プラマイドル高坂ティノです。今日も始まりました。もてんちゅティリー。今日はですね、こちら。普段は全然作ったことがない。何せお話がわからないから、自分で手に取ることはなかった。こちら、ファイブスター物語。超人気なのは超存じてるんですけど、待ってごめんなさい。マッシュザ・ブラックナイト、もうあまりに見た目がこうなんだろう、甲冑感があるかっこよさと、なんか闇っぽいよね。ブラックナイトっていうくらいだから、黒赤のさ、かっこいいスタイルのこの子を作っていこうと思います。これはですね、プレゼントでぜひあのファイブスターも面白いキットがあるから作ってねという形でいただいたものなんですけど、すごいよね。いや、なんか難しいっていうイメージしかないの私。だからね、今まで触ってこなかったのに、いただいたらやるしかないでしょ、これ。ということで、まず箱が開いてくる。箱開けるとこから難易度高い。ちょっと、これボックスさんあるあるなんですけど、あ、そうです、これボックスさんのキットなんですけど、ボックスさんのね、なんか段ボールっぽいっていうか、ちょっとこう茶色い箱なんですよ。だからね、摩擦が結構あって、なかなかね、こう開いてくれないんですよ。よいしょ、開いたー。箱絵からイケてる感じよね。怖っ怖っ怖っ。これ作っちゃうよ。よし、バッシュさん、パーツはですね、これくらい。ドゥドゥンドゥドゥン、あ、ドゥドゥンドゥン、あ、意外とあんね。意外と細かいのかもしれない。はい、並べてみました。一個ずつのランナーは大きいんですけど、細かいパーツはあるもの、そこまでパーツ数はないかなっていうイメージでございます。じゃあ一個ずつ見ていこう。あんまりね、ボクさんの見ないのね、ちょっとワクワクする。こちら A ランナーでございます。これね、モールドが結構深いなっていうのをすごい思ったのね。ほら、横から見てもちょっとデコボコがわかるぐらいモールドが深いパーツが結構あります。ここまでしっかり掘ってくれてるっていうのは優しさが溢れてますよね。で、 B ランナー、ここ真ん中のところすごい点点点点点って入っていて、すごい綺麗なんですよね。うん、っていう大きなパーツもあれば、こちらはですね、2枚同じランナーになってます。左右のここ甲冑部分かな、めっちゃかっこいい。ちょっと切り出しやすい場所にあるかもしれないですね。そしてこちらは D ランナー、気持ちグレーになりましたね。はい、ちょっと薄めの色に変わってます。こちらは E ランナーです。 E ランナーも2枚あるので、さっき2枚やった C ランナーと一緒に使っていくのかなっていう感じです。で、F ランナー、 F ランナーも細かいね。うん、で、ここ G ランナー、最初に見せた黒いやつの相手側ですね、があって、ちゃんとね、こうモールドというか、もう浮き出てるんですよね。ほら、立体的。そしてもう一個フレームっぽいパーツの H ランナーでございます。で、特徴なのが、これ説明書までね、袋に入ってるっていう丁寧っぷりですよ。私はそこにちょっと感動しています。いや、袋までこんな入れてくれるなんてなかなかよね。あ、綺麗な冊子。説明書っていうよりはなんかこうちょっと小冊子というかっていう感じですね。まあ、どうやって作ってくんだろう。不安。うわー、すごい。うわーって、これ骨に甲冑がガガゴゴーンってつけてく感じだよ。ヒーン。はい、パート全部いけりまして、作っていこうかなと思います。で、こちらはですね、組み立てに接着剤が必要なので、こういった流し込みタイプのもの、もしくは普通のセメント両方あるといいかなと思います。で、これちょっと準備しつつ、じゃあ接着しながらいこうと思います。まず頭からですね。頭ね、最初からこれとこれをまずくっつける。よいしょ。お、ちっちゃい、ちっちゃい。あっ、待って待って待って、1個目、組み立ての時点からもうすでにパーツを吹っ飛ばすという。一応ね、ガイド的なこういうピンとかはあるんですけど、あんまり使わないのかも。はまるっていうよりは本当に軽く刺さるぐらいなので、基本はこう流し込みとかで接着していくっぽいですね。うん、大変。絶対私いっぱい指紋つけると思うんだよね。まあ、それはそれで味ということで。つけないように頑張りたいと思います。よし、じゃあ、で、これの、この隙間の部分に、
これをどっち向きやろ、履いてないからないっぽいですね。を差し込んで、よいしょ、このままちょっとだけこう流し込んで接着しつつ、でこのパーツに番号が書いてないやつは特に順番とかはなさそう。うん、どういう風に組んでも大丈夫なんじゃないかなと思うんだけど、よいしょ、あ、ちょっと硬いぞ。基本がこう接着なので大変は大変そうな糸ですね。うん、でこれをまたここに入れるのかな、ここか、あ、ここっぽいな。うん、ちょっと先にある完成図とかを見ながらちょっとつけていきます。確かにガンプラとかと比べると難易度が上がるというか、場所をねちゃんと当てはめていくのが難しい感じではありますね。絶対私指紋つける、絶対、これは絶対、もう、うん、そのオーラがすごい。でここのここに、よいしょ、これを通して、あー違うよ、ここだよ、あ、通った。わ、すっごいちっちゃ、見て何このちっちゃいパーツ。最近ちょっと大きいキットを作りすぎで、なんか違和感があるサイズ大丈夫かなって思うんだけど、このちょっとピョンって出ているところにこう差し込んでいく感じなんですね。こうね、ちょっとずつこう流し込みつつ、流し込みつつ接着ですね。ほっ、でさっき作ったこの兜的なやつね、兜的なやつをガシャ、おーで、乗せるんだね。あ、すごっ、すごい、かっこいいかも。え、なんだろう、ごめん、私の知ってるもので黒い兜をかぶってるっていうダースベイダーぐらいしか浮かばないんだけど、ちょっとめちゃイケメンじゃないですか。で、これのサイドもちょっとパーツがつくのでつけていきます。え、こんなちっちゃいパーツあるの、やっば。いや、これ大変だわ。1ページ目にして難易度をちょっとね知る感じだよね。私結構こういうのの接着で流し込みのこのねスーパーパワーを使う理由は早いんですよ。普通のセメントの方がベタとか塗ってねしっかりくっつくんですけど、速さがすごい楽なので、こう水たまりみたいにホールにちょっと溜め込んで、それの中にスッと刺しながら接着していくことが多いですかね。こんな頭になっています。すごっ、ちょっとイケメン感出てますやん。もうすでにバッシュ作り始めてよかったか。で今度首はね、なんと中にポリキャップを含めて3パーツしかないみたいですね。これをこう挟み込むだけ、シンプルスタイル、いいよ。でもこれも全体的にやっぱ接着なので、こうね流して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 、微妙にこう浮いたりするから、あれかな、やっぱもう改造というか丁寧に合わせてやすったりとかしながら作っていくって感じのキットかもしれないですね。うん、全然やっぱ上級者向けな感じがすでに、うん、出ている気がする。そしたら今度は胸に行きます。このパーツの上からポリキャップをはめる。あ、なるほどね、いよ、意外とはまってくれません、くれません、はっはっ、勝手ちょっと、入った！ポリキャップを入れて、で、横から止めます。こう、横から。これを挟むんだ、こうやって。へぇ、わぁ、面白い。あ、抜けなくなるわ。押さえ金みたいになってる。はぁ、面白い。こんな感じ？ほうほうほう。になったら、ここの下側からまずこれを差し込んで、これどこ刺すん？奥。手前？奥？手前やな。わからなくなったら次のページの完成しそうな絵を見る。なんかこの辺はもうスケールモデルでやってきたことの復習みたいなもんですね。うん、よかった、スケールモデルやってて。じゃないとこれ多分、え、なになに、ここどこってなってる気がする。みんなも、あれわかんないって思ったら次のページに行って、あ、これだわって言ってくっつけていくと安心かなと思います。いいじゃん。で、この、あ、
前側の装甲を作っていくのね。へえ、両方差し込むんだ。なるほど。ここをこう通して、で通した上で赤色のピンを刺す。なかなか厳しい戦いじゃないこれも。ちょっと細かい、ね、なんでこんな細かいの、すごいすごいんだけど。ファイトファイト頑張れ私。ピンセット吹っ飛ばそうだもんねこれ。うん、飛ばしそう。もうなんだこれ、すげえな、すげえよすげえよ。飛ばしちゃいそうで怖いけど、何らかの方法で頑張るしかないんだ。私に残された道はそれしかないんだ。にゃっ、うわよ、こんなやばい。いや、洗礼を受けてるね。うん、ファイブスターを知らないまま作るんじゃねえぞ、倍にこうね、キットがね、私に訴えかけてきているよ。いやーん、いやー、この先こんなんが続くのかな。すげえキット。あ、入った。イエス。イエス。で、向きが合ってるのを確認したら、もう速攻、速攻接着剤入れたろ。もう無理無理無理。うん。はまなー。こんなちっちゃい玉をね、差し込んでいくわけですよ。反対もあるのよ。1個目でコツを得たのかしら。早かったからね、嬉しい。 OK、 はあ、なんでこれ別パーツなんだろう、すげえわ。今度は横側のちっちゃいパーツを作っていくよ。これとこれをまず、これね、番号が書かれてるやつは番号順にとりあえずくっつけたりしていけば OK なはずなので、番号を頼りにね、どんどんつけていきます。で、今度はこう、あー、なるほど、ここにはまるの。こう、はあ、すごい、やばい、手に流れてきた。指紋危険。 OK OK、 ちょっと反対もあるので反対もいきます。うん、ちっちゃすぎて手で追いつかないよこのキット。うん、そしたらこの穴にこれを通す。はい、で、パーツが揃ったので、これをくっつけていくと。まずはこの子に左右を、あ、これを刺せるようになってんのか。はあ、ちょっと待って、向き迷子、こうこうで、ここに刺す。うん、これどこにくっつくの、どういうこと、どういうこと、めっちゃ難しいんじゃん。なるほどね、ここだね。ちょっと、オーケーオーケー、把握。まあ、分かんないときはね、最初から接着するんじゃなくて、ちょっと当てがってみて、ここじゃないってね、探すのは大事だよね。で、合わせたら上からかぶせる。あっ、繊細なのに落としたら怖いよ。どこか行ったよ、でかいのに。どこどこ、する。いや、こんなにハラハラしながら作るなんてなかなか味わえないよね。よし、ここが胸の周りでございます。こんな感じのフォルムになっております。ちょっと背骨感がここにありますね。うん、かっこいい。お腹割とシンプルでパーツ少なめなんですけど、まずはこの中にポリキャップを入れていく。おー、ポリキャップもね、そんなぴったりはまるっていうよりは上に乗っかるって感じなので、いやー難しいよね。うん、あ、ほら動いて飛んでっちゃうの、飛んでっちゃうのよー。いやー、うわ、なかなか、ね、修行キットだねこれはね。そう簡単に作らせてもらえないぜこのキット。オッケー、そしたら流す。で、これの前側にまたこれをはめて。おお、すごいすごいすごい。あ、すごいわ。いや、
全身甲冑感が出てて細かいですね、ほんとね。まだちょっとつくのかな、これ。あ、ここか。もうちょっとつくぞ、これさらに。え、すごっ。え、どんだけこれ追い求めてくの、ここに。よっしゃ、すっごこれ見て、このほとばしる甲冑感を。すごくないですか、これ。で、後ろ側はこう背骨みたいにちょっと尖って、エラみたいに入ってるのかみたいな感じになってますね。今度は腰の部分ですね。わー、割と大きいパーツだ、嬉しい。このキット、もう大きいパーツほぼほぼ出てこないので、いやー、なかなかね、手ごわさが半端ないですね、ほんとね。で、もう一個、これも貼っつける。こう。あ、アンダーゲートになってる。アンダーゲートも特に何か書いてあるわけじゃなく、フラッとやってくる感じなので、そういうところも、お強いキットですね。よいしょ。で、この子に、ちょっと、こう、差し込む感じで、このパーツを、くっつけていきます。やばい、もう指紋タイム始まりそう。やばいやばいやばい。かわいい、かわいい。はい、そしたらこれと、これをくっつける。どこに？どこくっつけんの？ここ？あ、すごっ！綺麗にはまった！やば、アハ体験みたいな感じだった今。すごーい！え、いいやん、やるやん。やるやんっていう言い方もあれだけど、やるやん。で、上にこれを、これはなんか通すだけなのかな？通す。あ、もうちょっと通るんじゃないの？あ、通った！もっと。これが腰の部分になるっぽいです。なんか全てが甲冑とかそういう感じだから、全部ごつくて、いちいちかっこいい。もう、いちいちかっこいい。全部かっこいい。手足に移っていこうと思います。手足は、だいたいかける2っていうマークがこうやって書いてあって、たまに左右対称っていう風に書かれているのって、基本は同じ構造になっているっぽいです。ちょっとね、そのあたりは作りやすいかもしれん。関節から作っていきまーす。これちょっとポリキャップを入れながらの接着ですね。この辺はちょっと見知った形で安心する。見知ったって言っても、まあ接着剤流していくのでね。まあまあまあ、毎回、ちょっと違うと言えば違うんだけど。よし。で、ここにこれを差し込んでと。このね、結構こちら側接着しませんって書いてあるんですけど、結構緩いので、なんか私は怖くなって結構接着しちゃってますね。私は立たせたらもう稼働させないんだろうな思って作っております。で、これを挟む。ほんと三角形みたいのがある、ここね。で、さっきの子もここに通すんだ。おお、関節っぽいね。ただ硬いので、こういう時は少しだけデザインナイフでちょっとね、くるりんって広げてあげるようにしています。気持ちね、このほんのちょっとで入りやすくなったりするのよね。よし、入った。そしたら反対側も止めます。はーい。よし、でここは接着と。左右にキャップみたいな赤色のパーツがちょっとつくっぽくって、え、すごいね。こんなパーツまで別なのちっちゃいよ。もう、今日ね、一番使う技は絶対ちっちゃいやわ。もうちっちゃいちっちゃい。コツコツとね、進めていくと、モールドとかかなり大きい人なので、どんどんイケメンになっていくのはね、間違いないんですよ。本当に。ここも？あるの？すごいね。ちょっとこうだな。これをこう、あー、手の油の方が強くて油についてくる。ちゃう、あ、ここ、あ、微妙、あー、ちょっと動いてる。微妙にね、ラインが入ってて中に、うん、向きが決まってるっぽいんですよね。微妙だけど。オッケー、ここよ。君の位置はここよ。だからおとなしくそこで接着されなさい。オッケー。もう、
いやでも楽しいよ。徐々にできてる感はありますからね、ちゃんとね。でこういう突出したところはよいしょ、こっちでも塗ってはめていきます。 OK。 ちっちゃいよ。よし、今度はこれをこう接着して、で、ポリキャップと、よいしょ、ポリキャップとこれを挟むんだ。ほほほほ、挟み、あー転がっていく、転がっていくよ。もうね、ほんとポリキャップは緩い。うん、これはね、このキットのね、掟なので、よし、ここに、ここね、優しく乗せたら、こっち側は接着していいのね。貼っていきます。で、今作ったこの子を、あ、ここ差し込むんだ、かっこいい。え、あ、靴だね、靴だわ。すげえハイヒール、私こんなの履かないよ。でも最近もうヒール履かなくなっちゃったんだよね。外に出る機会もあれだし、うん、お弁当とかないとね、あんまり履く機会もなく。指紋が、すいません、もう堂々と靴に指紋をつけてしまった。残念、ここ残念。かっこいい靴なのにやっちゃった。あー、頑張る、負けない。そしてこれを中に入れて、え、中に入れるの？あれ？どこ？あ、へえ、ここか。すごいポジションだな、これも。はあ、毎回驚かされるよね、このポジションに。うん。と面白い形のポリキャップをはめていきまーす。よいしょ。なんかね、ビョーンってなってる感じだ、ポリキャップ。これとこれとそれを挟む。あ、これか。さっきのこれの、ここを挟んで、OK。なんか基本接着だから挟み忘れがないようにっていうのがね、一番大事かもしれないですね。OK。これ良さそう。で、後ろのちょっとした穴にこれをはめる。これ落ちてか、あ、落ちてくやん。すごいな。この隙間にはめんね。あきゃ。さあ、君はそこ、落下禁止、落下禁止よ。いい？君は落下しちゃダメだよ。OK。プラモデルと意思疎通をしていかんと、なかなかね、うまく作れん。で、このちっちゃいパーツちょっと作っとこうかな。こんなところに、あら、あらあら。こんなところに差し込むの。すごいな。水たまりを作っては、よし。で、止めとこう。今度はこれを中に止めます。おぉ、3箇所ともこれが、はまるんだね。ほなね。で、はまったら、よいしょ。接着剤を何でも流す。で、流して、で、ポリキャップがここの、ここね、にはまって、うん。で、閉じる前に、これがここにはまんの？あ、こういう感じだわ。はぁ、ちょっとくぐり抜ける感じね、下をね。めっちゃジュムジュムしてる。不安。不安だけど、これはもう固定される場所だから、固定法接着。よし。で、流して、あ、これも通すの？これ、ここ？ほう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 。やば、めっちゃ、こう、あ、怖い！めっちゃ通すのとか、あるやん、ここのパーツ。さすが足。ちょいちょいちょい、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 ちょい。難しい。ちょっと待って。本当に難しいよ、これ。あ、はまった。よしよしよし、はまったし。ここも一応はまっているし。で、ポリキャップを入れて閉じやな。はぁ、なかなかなパーツ構成ですよ、本当に。うん。ふん！音すごいもんね。あ、あっちが外れ、あっちが外れ、あっちが外れ。
着剤を流します。これはもう猛烈に流していきます。でこの先っぽにこれを通すんだ。はあ、そうで接着なんだね。はあ、毎回なんかどこかしら接着通すだけじゃないんだね。 OK、 めっちゃ足やん、いい感じやん。でここにさっきのこれを差し込んで、あ、そうよね、まだ君たち接着をし始めたばかりだもんね、ゆるいに決まっている、ごめんね。接着が多いので本当待って待って次に進めた方がいいかもしれないですね。うん、すごい接着量。ほいで、で最後よいしょ、硬い、よっしゃ、また、あー、走らできました。あ、すごい、めっちゃとわってますね。ここだけこう曲がっていく感じはあるんですけど、そんなもうそんなどころじゃない。あ、ここもだ、ここもこうやってちょっと動く、すごいな。はい、そんな足が両方出来上がりました。はぁ、うわ、かっこいい、ね、こんな感じで背高いんじゃないですか、これすごいいい感じ。次は足ができたということで、甲冑の部分、まあ、甲冑っていうとあれですけど、あの腰の走行部分を作っていこうと思います。本当に骨みたいなパーツに順番にね、この甲冑ちゃんみたいなのをねつけていくんですよ。最高すぎるでしょ、こんなの。こう、こうで、よいしょ、こう刺して、もうすごいいい感じだね、すでに。これをね、どんどん並べていきます。このキットの一番楽しいとこですよね、これがね。うん、この甲冑っぽい、このかっこいいところを味わいたくて作ってるっていうところあるもんね。どうでしょう、この重なった瓦みたいなパーツ、瓦って言ったらいいんですかな。はい、左右同じものを作りました。多少ね、違うんだけどね。こんな感じにしたら、今度は、また違う甲冑ですね。場所が違うのかな？にしても、はめていく感じはすごい楽だし、いいとこだね、ほんとにね。もう一個ずつつけていきます。これは2本骨がある系ですね。おお、そうなんだ。2本骨がある感じになってます。にしてもかっこいいよね、ここね。さあ、甲冑が全部出来上がったので、ここからですね、この腰パーツの部分に取り付けていきます。で、これをまずは、もう足つけちゃうのか。ふっ、ちょっとね、ポリキャップが硬いのって少しこうね、えぐって入りやすくしてあげます。あんまり掘りすぎると今度はゆるゆるになっちゃうので、様子を見ながらですね。 OK、ちょっとね、抜けやすいかもしれないですね、この感じね。よし、あ、でももう、あ、抜けるね、このポニーキャップ。やばい、ポニーキャップが浅くてちょっと伸びる、こういうのを挟んでみたいとかいろいろしたけど、ちょっと私これははまらなくなってしまった気がする。すぐ抜けちゃう、浅いですね。なんでひとまず続けて、最後私は接着していくんだろうなと思うので、このまま持ち手にして進めます。あ、悲しい、悲しいわ。で、ここに貼っつけるって書いてある。こういう感じかな。そしたら左右のこれを取り付けていく。どこに、ここか、これや。
ここ引っ掛けるとこありますね。で、引っ掛けたら、これを差し込んで止めると。へぇー、そういうスタイル。抜けんようにしてくんや、こうやって。あ、かっこいい。え、甲冑かっこよすぎ？ちょっと、これはかっこよす。かっこよすぎん？前の甲冑が下がりまして、で、ここから、左右。またこれをつけてくる。あー！すごっ！ここに刺さるってことかな？これに、挟む。で、これを、差し込む。うわ、難しい。差し込む。難しい。もうすごいね。お、なんか、難しいぜ。うわ、多分こんな感じ。あー！抜けるやん！ちょっと！抜けるやん、君。え、抜けた。抜けるの君。え、ちょ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 、崩壊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 。ひーひー、なんだよー。君、ここなんじゃないの、こうなんじゃないの。いや、めっちゃ難しい。なんかすごいかっこいいところなんだけど、接続部分が細いですね。ほんとね。これは、やっぱ、最後は接着していく方が絶対楽だと思うな。はい、腰の甲冑部分ができました。むちゃくちゃ、かっこいいじゃないですか。すごいよね。いい感じ、いい感じすぎる。で、まあ、これをちょっと置いときつつ、次に進めていきます。あと、腕が残っているので、腕型ですね、作っていきます。腕型も、かける2とか、左右対称マークが多いので、基本的には一緒なんですけど、左右対称があるので、間違えないように設定したいなと思います。よし。ただね、細かいのよね、またね、これがね。なんか、縦みたいなのがついてるんですけど、これはね、左右向きがあるっぽくって、要注意ですね。こんな感じ？ちょっと浮いた。感じでつけていく感じですね。そしたらこれをここに通しつつ、あ、やばい。乾いてないのに触るとどんどん取れていくし、動いていくし、やばいやばいやばい。触るとこがないですね。ちょっと飛ばして次行きましょう。じゃあ接着待ちは他のやつを作る。あれに借りる。これとこうか。うん。これを乗っけて、ここに乗っけて、おー、長くなるね。あ、なるほど、なるほど。すごい、すごい、すごい、すごい。いい組み合わせですね。こんなね、のができるようになります。またちょっと先進めようかな。腕のパーツも作っていきます。これに、謎のポリキャップを差し込んで、間にも一個、ポリキャップを、わあ、手の方にくっついてくる。違うよ、君はここに残留するね。これをよし、で、かぶせる。いや、ポリキャップ動く問題むずいですね。オッケー。で、場所を定めたら、この裏から、またさっきのに戻って通しつつの、あのポリキャップが抜けてきそう。ここにもポリキャップを足し、ポリキャップがむずい。落ちていかないで、このポリキャップ、ここ、はまったな。ここに左右、ここに、オッケー。で、これと、また次のがね、くっつくのよね。どん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 、こう、数珠つなぎになっていくというか、なかなかこの、ポリキャップが入ってってくれないのが、今回、難しいポイントの一個かなと、個人的に思ってます。んで、こっちをはめて、おー、すごいな。ほっ！オーケー。あ、すごっ！
こんな形になりました。なんか骨組みっぽい形してますよね。で、これこう入れた感じね。で、隣で作っていったものも合体していくっぽいですね。ここにこれをこう刺して、 OK。 で、また不思議な形のプリキャップなの。お、いい感じにはまった。そうそう。で、簡単に受けて、ここにもこう、あ、本当だ。こんな腕っぽいパーツが出来上がってきたので、はい、次いきます。これをくっつけていくんじゃないかな、今度は。この子にまずは、わー、もうどこ持っていいかわかんないけど、こんな感じでちょっと差し込んで、で、その下にさらにを差し込んで、あ、取れた。まあ、そうよね、いろんなとこ触れば触るほど脆くなって取れる。接着を待てない私には厳しいキットですね。でね、あまりに接着が不十分なのでちょっとほっといて、次行こう。次を先にします。これを落として、今落とした先でまたこれを入れる。うん、こっちも通して、流し込んで、はまった。 OK。 こんな感じの肩パーツですね。刺さるんだろう。はあ、なるほどね。パイプがつながるようになってるのか、かっこいいな、これも。よいしょ。ここと、ここのパーツに刺して。おお、いいね。どうでしょう。めっちゃかっこいい感が出てますね。もういいじゃないの？いいじゃな？そしたら、この子に肩を装着していきます。どこに？どこ？あ、ここね。ここの隙間に。確かになんかこの切り目みたいなのが中にあるんだけど、こんなとこ刺すの？やば。いや、これ私くっつけられるかなってくらいの場所ですね。うん、いい場所入った。これがやっとできた腕でございます。あー、やっとできたよ。はぁ、はぁ、なんて大変なんだ。よし。で、そこに手もつけて、で、左右できました。もう、もう大変。ちなみに手はね、ちょっと緩めのグーテと、こう、物を持てるような手の2つになってます。で、長い剣2本と短い剣が1本入っていて、あとは、これを作っていく。これは、どこって決まってるのかな。あ、はまった。よいしょ。あ、すごい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 んだけど、よくはまってくれ。よいしょ。出てきました。こんな黒に赤の模様、これ浮き出てるんですよね、パーツがね。すごいいい感じ。はははは。うん、接着シートこう、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 こう。で、こんなの作って、後ろからはこれを留めていくと。これも接着。なんかここの接着は段差が合うところにはめてくださいみたいな。結構ゆるいですね。これベイルグリップっていう持ち手を作ったので、これを差し込んでっていう形だそうです。こうやって持ち手がつくようになってます。バン。よし、そしたらくっつけていきます。で、首元がなんか支えるパーツみたいなのが一個ついてくるんだね。なのでそれも貼っつけていきます。硬い。あ、はまった。おー、はまった。いかつ、いかつ、超いかつ。おー、おー、ほほほ、かっこいいじゃないの。全部くっつけるのすごい大変そう。はい、組み上がりました。もうポリキャップがやばかった。本当にやばくって、ちょっと。
とね、あの接着剤とかを足しつつ、あの補強してなんとかこうやって立たせております。なんかこういうシールドとか持たせてもいいんですが、このね甲冑感ものすごくかっこよくないですか。どこから見てもね、あの腰のアーマーの部分があまりに武者っぽくてですね、この、まあ、ブラックナイトっていう感じなので、ナイトのねその雰囲気がすごい出てるなと思います。赤と黒という2色配色で、線は細くて甲冑でごついっていう感じなので、なかなかスタイリッシュなそんなプラモだったんじゃないかなと思います。やっぱ作ってみて思ったのは、この子は確かに慣れてないと難しいなと。私もちょっとポリキャップのところがそううまくはまらなくって、で緩めてもうまくはまらなくって、で逆に緩めなかった方も硬くて、で抜けたりとかっていう感じだったので、まあ、なかなか可動をそのまま保ったままっていうよりは、一度塗ってで綺麗にして、でそのままここ止めて置いておくという方がやりやすいんじゃないかなって思うようなキットでございました。それだけ難しいでもかっこいいということでございます。今回ボックスさんのキットということで作ってみたんですけど、いやー、やっぱ違いますね。キャラクタープラモでもこうやって接着剤が必要になるっていうものもあったりするので、ぜひ皆さんもあの気に入ったキットがあったら、ジャンル問わずメーカー問わず楽しんでもらえたらいいなと思っております。にしてもね、かっこいいよね。いや頑張りました。なんとか最後まで、はい、できてよかったなと思ってます。すごい難しいキットだったんですけど、なんとか出来上がったので、よかったらグッドボタンもお願いします。まあ、これを機にね5スターを見てみようかなと思いました。ということで今日はバッシュザブラックナイトでした。以上、マケンジュ TV でした。またねー、バイバーイ。